はい、荷物の整理整頓が終わりました。今10時半ですね。若干時間押してます。ちょっとね、こちらの見学がまだ終わってなかったので、少しだけ覗いてみてみましょうかね。まあ、アメリカでよくあるスーパーマーケットといったところでしょうかね。ブーツが手に入りました。これありがたいですね。足がちょうどね、結局ですね、昨日も足にウッドスパイクが刺さっちゃって、痛い思いしたので、これはありがたいですね。まあ、中にいろいろとありそうですが、スルーしていきますか。冷えた飲み物はないということで、まあ、商品もね、皆さん持って帰っちゃったみたいで、ガランドです。はい、これがですね、ネーベージーベンのスーパーマーケットでしたね。どうも観光客には免税があるみたいなので、だからあんだけ大人気だったみたいです。では向かいましょう。あとですね、昨日近所の人に聞いたんですけども、ここからそんなに遠くないところにですね、あ、おはようございます、ハイスクールがあるらしいんですよ。なかなかね、異国の学校というのは見学する機会ないんで、ちょっと見に行ってみたいなと思います。渡辺さんが近隣住民の方から聞き出したハイスクール、どうやらこの建物らしいんですが、でも観光客が訪ねても大丈夫なんでしょうかね。その前にこの辺 2,3 本木を切ってから行きますか。まあ、このようなものを回収していくことがこの先とてもですね、重要になってくるんですよ。本当自然に生かされてるなとつくづく思いますね。なんかアメリカのニュースでですね、自分で倒した木にですね、潰されて死んでしまったビーバーのニュースというのがありまして、ちょっとこう木こるときはですね、細心の注意を払いたいなと思います。あとこの石もちょっといただきたいんですよね。石材不足なので、まあ、申し訳ないです。画面的にはですね、少し、観光色薄れてしまっているとは思うんですけれども、まずは自分の身の安全ということで、準備にちょっとね、時間割いてるわけなんですけども、ご了承くださいませ。はい。あれは救援物資、近いのかな。ちょっと行ってみましょう。追いかける価値がもしかしたらあるかもしれません。どうなんでしょう、どこに落ちるのかな。あれ、今救援物資っていう言い方しましたね。あ、ごめんなさい。これあのですね、
自分の言い間違いです。たまにですね、親戚のおじさんがこうやって差し入れくれるんですよ。さっき言ったセリフはちょっと忘れてください。救援物資とかね、何言ってんだって話ですよ。観光ですからね。まあ、このおじさんの差し入れがですね、追いかける価値が果たしてあるのか、そこがですね微妙なんですよね。見失った気配がするんですけども、大丈夫でしょうか。これ見失いましたかね。あ、これはまた決定的なミスを犯してしまったような気がします。これはくそくそ、俺としたことが落ち着きましょう。水を飲みましょう。こういう時はどうしたのかな。観光旅行なのに、何をこんなに僕は追い詰められてるんでしょうか。いやーちょっとね、自分自身、ちょっと食料食べましょうか。いやー不思議な話なんですけどね、なぜか追い詰められてる、そんな感触がします。こんにちは。この先ね、矢はとても大事になります。なのでしっかりと作りながらね、観光を進めていきたいなと思うんですね。話によるとですね、こっちの方にハイスクールがあるそうです。あ、こんなもんでいいですかね。あと昨日も思ったんですけどね、はしごがあると楽なんですよね。作っておきましょう。あとですね、ちょっと臭いので生肉が、で学校に生肉持ち込むというのはですね、必ず怒られると思うんですね。しまっていきましょう。1個だけ、あ、いや保存食あるからいいかな。これで匂いがなくなったと思います。はい、見えましたね、これハイスクールですよ。時間は2時半ですね。早速見学の方に行ってみたいと思います。こんにちは、お邪魔しますね。さて、やってきてしまいました、プレーンズハイスクール。ネイベージーベンの教育を見学するのは大変興味深いことですが、物騒な昨今、異国から来た観光客がすんなり見学なんて可能なんでしょうかね。どちらにせよ、あまりずうずうしいことはしないでくださいよ。
渡辺さん。でも、校舎を見ると学生時代を思い出しちゃいますね。プレーンズハイスクールへのアクセス方法はご覧の通りです。リーデルアベニュー沿いに立派な校舎が建っているので迷うことはないかと思われます。駅または停留所からのバスが運行されていますので、それに乗れば確実でしょう。やはりですね、学生さんが多いんで、このように車は、徐行してくださいという看板が出てるんですね。まあ、当たり前ですね。なんか様子がおかしいですね。板張りされてるな。あれ？様子が変ですね。ごめんください。あれ？あれおかしいな。封鎖されてますね。正面玄関が。こんにちは。保健の先生ですかね。